宮瀬奈々美は日本の女性モデル、レースクイーンである。埼玉県出身、イースマイル所属。愛称は、奈々美ン。2016年、スーパー GT300 クラス、ゲーナーシュクレとして、レースクイーンデビュー。同年と2017年には、D1 グランプリとスーパー耐久級で、リクセルガールズとしても活動する。2017年、スーパー GT、エープリルハイブリッド。 ビクトリアのレースクイーンを務めるほか、同じ事務所のスケサキあり、安田七々ならと共に伊勢崎オートレース場のグリッドガールユニット、キラッツとしても活動した。2018年、オールテックレディとして、スーパー GT500 クラスのレースクイーンを担当。同年には、西口プロレスのラウンドガールも務めた。翌2019年は、アップガレージ、ドリフトエンジェルスの芋りとして、 R 級パフォーマンス活動を行ったが、この年限りでドリエン自体が活動を休止したため、最後の芋ドリメンバーのうちの一人となっている。2020年1月11日、3年間務めた助け、さきありと小林さやこから引き継ぐ形で、モービル一レースクイーンに就任したことを東京オートサロンで発表。相方が1995年生まれの地元舞子となったため、 初めてモービル1レースクイーンが平成生まれ &1990 年代生まれに統一された。また同じ事務所の一ノ瀬由美と宮本里夫から引き継ぐ形で D ステーションフレッシュエンジェルズとしてスーパー耐久の公式イメージガールも兼任する。2021年も引き続きフレーンとモービル1レースクイーンを兼任するがモービル1は例年 r 級の交代を発表していた。 東京オートサロンが新型コロナウイルス感染症の影響で幕張メッセでの客入れ開催を見送ったため2ヶ月遅れの3月18日にチボンと宮瀬の継続が発表された。ありがとうございます。